徳永雄平徳永雄平は、長崎県南高木郡国見町出身の元、プロサッカー選手。現役時代のポジションは、ディフェンダーミッドフィールダー。本職はミニサイドバック。国見高校で DF にコンバートされ、攻守に活躍。2年次にインターハイ、国体、全国高校選手権の三冠達成に貢献し、3年次には、全日本隆選手権初優勝と、 全国高校選手権連覇を達成。当時はチーム事情により FW をこなしたこともあり、得点も上げている。2002年に早稲田大学に進学し、同大学の集級部に所属。当時の早稲田は成績低迷の最中にあり、徳永にとっては物足りない環境だったが4年時には大江の帰国期監督のもと、首相として同部を牽引。 関東大学リーグ2部での優勝を果たし9年ぶりに一部に復帰させた。また、大学選抜として2005年のユニバーシアードに参戦し、優勝。2004年には、アテネオリンピックに臨む U-23、日本代表に選出。しかし、イタリア戦で、デロッシとの接触によって、負傷退場し、不完全燃焼に終わった。高校、大学時代を通じ常に、 各年代の日本代表に選出されており、U-22U-23 日本代表監督の山本正久にからも絶大な信頼を寄せられ、トップクラスの出場時間を得ていた。在学中から A 代表入りも期待されるほど大学サッカー界では突出した存在だった。2002年11月頃から大学にほど近い FC 東京の練習に参加し、翌2003年、 2004年には J リーグの特別指定選手として FC 東京でプレー右 SBE のレギュラーで日本代表にも定着しつつあった家事量からポジションを奪い、レギュラーとして試合出場を続けた。2004年ナビスコカップ優勝にも予選リーグで貢献。2005年夏にはスペインリーグバレンシア CF の練習に参加。バレンシアのスタッフからは高評価を受けたものの、 当時の同クラブには外国籍選手枠の空きがなく、出場機会が危ぶまれたため入団を保留。バレンシアを含め多くの J リーグクラブによる激しい争奪となったが、2006年より FC 東京と正式にプロ契約し入団。以後東京ではガーロ、原博美、上福博氏と監督が変わる中でも不動のレギュラーとして出場を続けた。 2007年12月に日本代表候補が宿発招集され、翌2008年4月の代表候補、トレーニングキャンプにも招集されたが、正式発表される代表メンバーからは、外れることが続いた。2008年3月にタレントの八田茉子と入籍。2009年1月に地元、長崎で挙式。同年12月22日に長男が誕生した。 2009年10月、これまで候補止まりであった A 代表に初招集。2008年からの長友優都加入に伴い、FC 東京のその時点でのチーム状況や対戦相手の選手の特徴によって、徳永、長友が SB の左右を入れ替えて起用されるなど、左 SB を務める機会も多かったことから、岡田武史日本代表監督からは、DF であればどこでもできて、 フィジカルが強いと評価され、10月8日のアジアカップ予選、香港戦に途中出場し、代表デビュー。得点をアシストし、その後も主力の内側ツトを上回る運動量と守備力でアピールを続けたが、連携面で遅れを取り、ワールドカップ南アフリカ大会には予備登録メンバーとして選出されるに留まった。2010年には、ハブナオカからゲームキャプテンを引き継ぎ、 不傷離脱した、米本拓司に代わり、主にボランチを務めた。2011年はキャプテンを、今野康幸に託し、右 SB に復帰。勝ち点を得るべく、得点できる SB を目標に掲げ、自身初のリーグ戦複数得点を記録した。2012年、アルベルト・ザッケローニ日本代表監督より、SB と CB を高いレベルでこなす能力を見込まれ、日本代表に復帰。 同年7月、ロンドンオリンピックに臨む U-23、日本代表にオーバーエイジ枠で選出された。U-23 日本代表では、弱点となっていた左 SB で起用されると、劣勢の時間帯でも動じることのないプレーで、守備陣を安定させ、チームの上位進出に貢献した。2013年7月、柴崎学に代わって、 東アジアカップ2013の日本代表に追加招集された。韓国戦では粘り強い対応でインニ日ロクラの突破を封じ日本の同大会初優勝に貢献した。また同年は2009年以来となるリーグ戦前試合フル出場を記録した。2015年 J1 リーグ300試合出場達成。2016年は室屋星や橋本健人の 右 SB 起用もあり、多くを左 SB でプレイした。2017年、対談したハブナオカタの背番号22を着用。8月26日、第24節の横浜 F マリノス戦で、史上50人目となる J1 リーグ通算350試合出場を達成した。2017年11月23日、ビファーレン長崎への完全移籍が発表された。 2020年12月18日、2020年シーズン終了をもって現役引退することを発表した。家族は妻と4個。父はコンクリート二重製品などの製造販売を行う会社を経営している。引退後はその会社に入社して仕事をする傍ら、休日は農家の友人から借りた畑でスイートコーンの栽培を始めるなど、 農業を通じた地方創生に取り組んでいる。収穫したコーンはビファーレン長崎のホームゲームで販売された。2003年、2004年は特別指定選手として出場。ありがとうございます。